マッコールは、アメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名は、エドワード・マッコールにちなむ。マッコールは1909年6月8日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1910年6月4日に、ジェシー・ウィリッツによって、命名、浸水し、1911年1月23日に、艦長、 JT トムキンス少佐の指揮下収益する。大西洋艦隊水雷召艦隊に配属された、マッコールは、大西洋岸沿い、主に、ロードアイランド州ニューポートから、チェサピーク湾で活動した。また、当機関は、キューバ海域で、艦隊演習に従事した。1916年、マッコールは、ニューヨーク沖及び、ニューイングランド沿岸で、中立パトロールを行う。 ペンシルベニア州フィラデルフィアでのオーバーホール後、1917年6月14日にニューヨークを出港、ヨーロッパ向け船団の護衛を行う。マッコールは大西洋西部での護衛任務を1918年1月まで継続し、その後アイルランドのクイーンズタウンに向かう。2月22日に到着すると12月16日まで、護衛及び救助任務に従事した。 1919年1月に帰国すると、東海岸での任務を再開し、1919年12月12日にフィラデルフィアで退役した。続く4年半を予備役として保管され、マッコールは1924年6月7日に沿岸警備隊に移管された。コネチカット州ニューロンドンに配備されたマッコールは、ラムパトロールの一席として活動した。 マッコールは1930年10月18日に海軍に返還され、ロンドン海軍軍縮条約に従い1934年5月2日に売却、廃棄された。ありがとうございます。